久保さんいや僕もねいつ死んでも良くなりましたね <laughs> まあ歯,歯,は歯はなくなりましたけど歯はなくなりましたけど <laughs> あのー、まあ僕の天気はやっぱ23回あるんですけどまあでも大きな天気はやっぱ鹿児島にで独立したってことですね旗あげたっていう人生の旗をあげようっていうね人生の旗をあげるっていいんじゃないですか 自分で生きていこうっていうね、決めましたね。やっぱあの、みんな自分で生きてると思うんですけど、やっぱ結局会社のコマなんで、うーん、会社の一部でしかないんで、まあ、トカゲの尻尾みたいなもんですから、会社の売り上げが上がんなかったら切られるっていう、リストラ合う、給料下がる、トカゲの尻尾切りですから。うーん、まあこれ言葉悪いですけど、所詮そんなもんなんですよ。うーん。 まあもちろんその会社によってはね、あの違うところもあるんだけども、大多数の会社っていうのはそんなもんなんで、うん。まあそんな世の中甘くないですしね。会社が生き残るためには、あなたを、あなたをリストラしないと、リストラすれば会社が生き残るんだったらリストラするし。<laughs> その稲森和夫さんが今日、あの、多分 JAL もね、多分、あの再生するときにリストラ相当したと思いますし。 うん、しょうがないですよね。うん、だって結局、その、ね、給料っていうのはどっから出てるのっていうところで、天から降ってないので、会社の売り上げからの給料なんで、会社の売り上げがなかったら、まあ、あのね、ね、うん、切られるだけですから。うん、だ僕はもう本当に自分の人生をようやくその旗揚げで自分を生きてるなっていうのが、この鹿児島、まあ、大変でした。めちゃくちゃ大変でしたよ。 めちゃくちゃ大変ですし、今もたあの楽っていうか、まあ、ちょっとは楽になりましたけど、まあ借金がないんで。うん、換算したからね。でもそれでもやっぱ常に僕は、あの、久保さんと違って金融やってないですから、まあ、常に商品が売れなかったら僕はもう飯食えないので、いつも販売するとき売れるかな、売れないかなっていうね、結構ビビ,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 ビってる部分ありますからね。うん。でも大丈夫だろうっていう風な傲慢になると売れないし、 だからそこのさじ加減が難しいんですよ。だから常にやっぱ緊張感を持って、まあ、いつも販売してますし、まあ、いつも全力でこう売ってるし、うん、ただね、まあ、うん、後悔はないですね、もう死んでも。やりきってまあ日々やりきってるんで、うん。まあ今日もね、ちょっと化しちゃいました今日もあの、僕ドリアカのね、あの毎月提供してる講義作りまして、 もうドリアカも運営してもう5年ぐらいですかうん。もう毎月講義作ってるんですけど。<laughs> うん。まあ、久保さんが言う通り、信頼、お金稼ぐより信頼稼ぐ方が難しいと思うんですよね。で、難しいんだけども、でも、うーん、続けていく。まあ、その言ったこととやってることが一致している。まあ、常にこうやっている人には、やっぱ信頼つきますよね。僕もなんで商品売れるのかっていうと、 僕の商品じゃな、この前売ったのはあやさんの商品で、僕の商品じゃないけども、吉谷さんがそこまで言うんだったら、あの、買いますっていう人何人もいましたから。うん。だ自分の商品じゃなくても、僕に信頼があるから、他の商品でも買ってくれるっていうね。うん。まあ、それはまあ、なんだろうな。うん、単純にやってるだけなんですけども。 地道にコツコツツとこれがみんなできないですよねでもやればいいなと思うんですよねそのん信頼を取るのは難しいけどやることはシンプルっていうね信頼を勝ち取るのは非常に難しいことだけどやることはシンプルっていうねこの前ネット通販でハサミを買いまして手紙が来たんですけど手紙ってすごくシンプルじゃないですか このあのうちのショップで買っていただき本当にありがとうございますって、まあマスクも1個添えてね、また来たんですけど、まあネット通販、僕いろいろ買ってますけど、手紙が送られてくるショップさんってないっすよ。しかも別枠で来ましたからね。商品が納品されてるところにも手紙があったし、で商品納品し終わったら1週間ぐらい経ってからね、手紙が届いたんですよ。手紙だけですね。あとマスクですね。で、手紙が書いてあって。じゃ手紙を書くこと、送ることって、 なんかすごいテクニックですか,なかすごくやることシンプルですよね。でもたった3手紙1枚で僕はこのショップさんすごいなと思いましたし、まあ次買うとしたらもうそこしかないですね。うーん、たやることす、やってることシンプルですよ。手紙送るっていうね。誰でもできそうですよね。手紙送るって。うん。まあ顔も出してないですね。手紙ですから <laughs>。でも、数あるインターネットでもたくさん Amazon でも僕、Yahoo ショッピングでも楽天でもいっぱい買ってきたけど、 それをやるショップさんは多分一つですね。うん、まあ、あ、中にはあるんですよ。商品と一緒に手紙が入ってるショップさんは何,何個かあるんですけど、別枠でまたね、2枚でこう来て、マスクも入っててっていうのは初めてでしたね。うーん。だからそこはもうすごく売りまくってますけどね。あの、1万レビューぐらいのかな。なんか1万個ぐらい売ってるのはハサミなんですけどね。うん。 結局、地味が最強なんじゃないですか。地味が、地味が最強説だと思いますよ。みんな派手に一発ドカンってやりたいのか分かんないですけど、地味にコツコツやっていくのが、僕はね、うん、僕は、それが僕のスタイルですね。うん、あなたはどんなスタイルですか言ってらっしゃい。